ウェーブ研修クライミング、今日で6回目です。随分長くなりますけど。今日はグリグリの話です。前にもグリグリには触れましたけども、まあ、下降機の一種で、まあ、トップロープの場合に、クライマーが上に行くんで、ロープは余ってきますんで、これ手繰ります。手繰るときは、ちょっとこの角度をですね、狭くするとですね、どんどんこれ、こう、手繰ることができます。そして落ちた場合は、これで止まって、軽く右手を添えればいいです。で、リードの場合はですね、ロープを手繰るんだけど、ロープ反対出してあげる。出してあげるときも、トップロープと同じで、こう、角度を、こう、狭めれば、出てきます。登ってきます。で、ただリードの場合は、支点にクイックドローをかけて、ロープをクリップすると素早い動作が途中で発生しますので、その時急いで出してやらなきゃならない時に、もう一つ、こうやってぐるぐる握りしめるような感じで、親指をハンドルを押さえて、ハンドルが上に行ったら、カムを押さえちゃって止まりますので、それがならないようにかって、落ちたときは素早く離す。で、カムが生きて止まりますんで、これは、軽く押さえればいいという。これはリードクライミングです。あとはロアダウン。下ろしてやるときは、非常にいい、感知カラビナがあって、フレイノって言うんですけども、まあ、ここにこう、一旦折り曲げるところがあるんで、ここで摩擦を発生するんでですね、楽にこうやって押すことができます。楽に押すことができます。これが、まあ、今のぐるぐるの最新の使い方です。で、ぐるぐるの意味、これご存知ですかね。これね、アフリカ原住民のお守りという意味なんです。フランスは長いこと植民地支配時代が続いたんで、まあアフリカ原住民っていう発想が出てくるんでしょう。いつでもどこでも思ってなさいよ。お守りですよ。それがグリグリですよ。という意味かと思います。でですね、発売当時の、まあ、メッセージの中にですね、グリグリはスポーツクライミングのためにデザインされた美麗デバイスなんです。スポーツクライミングのためにっていう念を押した文言が入っています。これは結構大切なポイントです。で、実は最近このスポーツクライミングって言葉が結構皆さん耳慣れてると思うんですけども、それはオリンピック競技がスポーツクライミングっていう名称でもって出てきてるからです。あれは実は伝統的に使っているスポーツクライミングという意味とは違うんです。オリンピックのはですね、スピードとボルダリングとリードクライミング3つの種目を合わせて、スポーツクライミングっていう名称で、作り上げて、そして国際オリンピック委員会に出して認めてもらったっていう競技種目の名前です。でも以前から、クライミング界でスポーツクライミングっていうと別の意味があります。それは、スポーツクライミングってなんですね。激しい墜落に耐えれるような環境づくりをしている。だからこそ高難度を目指すことができるっていうことなんです。で、激しい衝撃に耐える視点っていう何かというと、例えばケミカルアンカー。この辺り一番最近の強固なんですけども、これは、岩にボルトで穴を、これだけの穴を開けて、で、接着剤、特殊な接着剤で、こう穴の中に入れて固定されるから、大きな衝撃があっても壊れることはないから、クライマーは、恐ろしいことは恐ろしいけども、まあ、それをもって崩れることはないんで、っていうことで、難しい、高難度のルートにチャレンジすることができます。インドアも結構建築基準法上きっちりやってるんで、安全性は保ってるんで、あれもスポーツクライミングの一つです。じゃあスポーツクライミングでないもう一つの概念何かっていうと、トラッドクライミング。伝統的なクライミングっていうのがあります。これはですね、こういうものを使いません。主にクラッ
クライミングと、岩の割れ目を利用してですね、登っていきます。割れ目に手をつく。その時視点どうするかというと、自分で持ってた、こういう、カム。こうやってね、開く、これでわかるかな？開いて、クッて言って、切ってたら止まる。で、自分で持ってる。それから、ナッツという、ちょうど割れ目にヒュッて入れる。で、こういうのを使って上まで行くっていうのがトラディショナルクライミング。ただし自分で割れ目にセットするんで、こういうケミカルアンカーよりもずっと強度は弱いんで、その強度の弱いクライミングでもって、カムでもって一発でバチッと止まる、衝撃性が走る加工機は使わないでください。っていうことなんです。だからもっぱらスポーツクライミング、専用ですよという、意味があります。まあ、トラディショナルクライミングとはどちらかというと冒険性を重視している。スポーツクライミングは安全性を重視していると仕分けすることができます。まあ、こんなことで一通り簡単ですけども、ぐるぐるの説明なんですけども、まあ、実際にですね、これを登山用品店に行って買うっていう時はもうすでにこれ1992年か発売されてからもう4代目になります。何が変わってきてるかっていうと、初代のグリグリっていうのはロープの径が10ミリ以上、今は 8.5 ミリ、ロープの細さに対応した加工機になってます。これも非常に重要なことです。で、2代目の、後継機がこれなんですけども、2代目も10ミリ以上だったかな。ちょっと薄かったかもしれないけど、こっちの方がずっと細い 8.5 ミリですから、これが最新のクライミングの潮流に対応してる。で、たまに2代目も一緒に棚に並んでますんで、間違いないように。3代目っていうのは、これの2年ほど前にできたのがあるんですけど、これはちょっとマニアックでですね、こういうふうにリードモードとトップロップモードの切り替えモードっていうのがあって、なかなか使いこなすのがちょっと難しい。なんで、むしろこの4代目、一番最近のやつが、現在では一番使いやすく、安全で快適であろうと、僕はお勧めします。ということで、今日の、キーワードは、スポーツクライミングでした。ありがとうございました。切ります。ポン。